でコーナー、モンティネオにあと一つのゴールが必要。ジュビロはこのまま時間をやり過ごせば決勝進出。時計はすでに後半のアディショナルタイム。山岸も上がってますね。インスイングのボール入れるのは石川達也。セットプレーから山岸のヘディング、山岸のヘディング、山岸のヘディングがなんとゴールイン。モンティネオ逆転。山岸、場内呆然。いやちょっと鳥肌きましたけどね。モンティネオサポーター騒然。なんとキャプテン山岸が執念のヘディングゴール。すでに後半はアディショナルタイム。このままいけばモンティネオ決勝進出。こんなドラマありますか。さあ大歓声のモンティネオ山形サポーター。